はい、担当科目は3科目地歴の上野です。こんにちは。今回なんですけども、日本酒の油断第10項でございます。10項、歌舞伎について見ていきましょう。まあ、単純にこの歌舞伎というこの、テーマは、日本史受験者的にも大事だし、地理選択肢でも世界史選択肢でも倫理政経選択肢でも、単純にこの国の文化の話ですから、面白いんちゃうかなとは思います。で、日本史ではじゃあ何が問われるのかと言いますと、圧倒的にまずは順番なんです。実はこの歌舞伎っていうのは、結構こう時代とともに変遷してきているんですね。で、その変遷の順番を問うみたいな問題、もありますし、で、そしてそれに加えまして、明治中期に実は歌舞伎っていうのは結構盛り上がっている時期があります。この明治の中期にどういうふうにこう盛り上がったのかというところをこれから見ていきたいなと思います。じゃあ行きましょう。まずは、元禄期。要するに、江戸時代の中期、元禄文化の頃を見ていきましょう。元禄文化と言いますと、これはですね、時代の中心は、これは実は結構大阪とか京都とか上方です。当時、江戸の方はですね、明暦の大火という火事で焼けてますので、なかなかこの江戸を中心に文化は生まれないわけですね。なので、大阪、特に今回は京都です。京都のところでまず始まったのが、お国歌舞伎です。お国歌舞伎っていうのは誰が始めたのか先に書いておきましたが、出雲のお国という女性、出雲大社出身の人ですね、が始めたものでございます。で、このお国歌舞伎なんですけども、どこでやるのかと言いますと、今でも京都の河原町の方に来ますと、橋を渡ったそのたもとの部分のところにお国さんの像が立ってます。なので実は彼女っていうのはその鴨川流れてますよね、鴨川沿いの河川敷、今ではリア充たちがたまる場所、あの辺でこう練習をしておりました。実はこれお国さんに限らず、芸をするパフォーマーたちっていうのは昔からこの河川敷に集まる傾向がありました。今でもいますやんか、ストリートミュージシャンとか、あるいはその絵を描く人とか、あとメッセージをこう書いて好きな値段で売る人とかね、あと僕の友達でお相撲さんの格好をしてラップを歌うやつとかいます。そんな感じで結構パフォーマーが集まる場所が河川敷なわけですよ。というのは当時パフォーマーたちは河原者と言われてました。もちろんその河川敷河原にいるからなんですけども、これあんまりいい雰囲気じゃないですね。河原者っていうのはこれちょっとした別称みたいな感じになってまして、その河原のあたりっていうのはこれ税金が取られません。当時京都の方は家の広さに応じて胸別線とかですね、そういった税金が取られてました。なので家を構えたら必然的に税をいっぱいこそぎ取られますので、あんまりお金がない芸人たちというのは河川敷で、ある種ホームをレスした感じでそこで芸の練習をしているわけですよ。で、お国さんはその一人と考えていいと思います。なのでそのお国さんはその芸の訓練をそこでやるわけなんですけども、ただその河原のあたりっていうのは今でいうと京都河原町に当たってますが、河原町って今は普通の町ですけども、結構当時はですね、女の人たちがいっぱいいてですよ、すごい楽しいとこですね、これ以上は言うまい。そういうところにはいっぱいその遊女さんたちがいるわけです。その遊女さんたちっていうのが歩くような街のところのその河原のところで、ね、お国さんが綺麗に雅やかに踊ってます。格好は男の格好なんですけども、女の人がこう踊ります。その女の人が踊ってる姿っていうのを、それをですね、その河原を通るその遊女さんたちが見るわけじゃないですか。で、うわお国さんよ、可愛いというか、かっこいいっていうふうに見えるわけですね。男の格好を着て女の人が踊ってるわけですから、かっこいいわ、だから私たちもああいうのやりたいって言って、実はそこからこのお国さんに憧れるような感じで生まれてきますのが2番目、女歌舞伎です。文字通りですけども、この女歌舞伎というのは誰が始めますかと言いましたら、もちろんこれは女性です。女性が始めていきます。特に遊女ですね、になります。で、その女の人が集まってそれから踊るわけですけども、やっぱりこれはさ、今でも共通だと思いますけども、女の人が集まって踊るっていうのはやっぱりこれは男の人はキュンキュンするわけですよね。うわー可愛い、何々ちゃん可愛いってなるわけじゃないですか。だからやっぱりこれは結構見物客が集まります。するとこの状況を外から芸能プロデューサー的な人が見ていて、むむ、これは金になるなって言って、そういうプロデューサー的な人がその女の人たちが踊る用のステージを用意してあげます。ステージを用意して、そして踊り始めていく。もはや何 KB48 やみたいな、そんな感じの状況になるわけですね。で、そうやって女の人が踊ってます。それを男の人が群がってわーって見るわけですけども、見てたら、わー何々ちゃん可愛いとか、何々ちゃん踊りうまいとかやったらいいんですけども、なにやちゃん好き、なにやちゃん結婚したい、萌え、タイガー、ファイヤー、サイバー、ファイ、なんとか、ファイバー、ライバー、じゃあじゃあとか、そんなこと言うやついるわけですよ。で、やっぱそういうことをしているとですね、京都は江戸時代は管轄は京都諸次第です。京都諸次第はこれは江戸幕府の管轄の役職ですので、やっぱりこれは治安が悪いというふうに見なされますから、これは風紀が乱れるから、ダメー、女歌舞伎禁止ってなっちゃいました。すると、女の人が踊れない。すると、それを統括する秋元康的なプロデューサーはやっぱ思うわけですね。あ、女の人踊らせたらあかんねや。じゃあ、どうしたらいいんだろう。そこで彼は考えます。なるほど。女がダメならば、ユウたち、踊っちゃいなよ。ですよね。そう。
女がダメなら男のアイドルで行こうぜ。そう、そうやって生まれるのが若衆歌舞伎、若衆歌舞伎ですね。皆さん、書いておきましょう。この若衆歌舞伎は一体誰がやるんでしょうか。書いておきますと、男ですよ、もちろんね。若い男の人です。はい。で、若い男の人が踊りますと、もうほんまになんかもう、いやー、何々くんかっこいいみたいな感じで、もうなんか黄色い声援が飛び交うわけですね。その黄色い声援が飛び交う分にはまだいいですよ。ただね、うわー、何々くんかわいい、トラヒー、人狼不戦意、なんとかカセントビー除去、とかいうやつも出てくるわけですよ。これはより風紀が危ないですよね。より乱れますから、ちょっとこれはこれであかん。禁止となりました。じゃあどうしよう、若い女の子も若い男の子もダメ。よっしゃ、ほらやったらもうおっさん行くしかないやないかいですね。おっさん出てきました。野郎歌舞伎ですね。野郎歌舞伎どんな人がやりますか。もう男ですけど、まあもうおっさんって書いておこう。おっさんです。おっさんがやるのがこれがもう野郎歌舞伎ですよ、という、そんな感じです。実はこの野郎歌舞伎が元となって今現在の元禄歌舞伎へと続くわけですね。で、まあ、ここまででとりあえずは順番を押さえましょう。最初は女の人、奥人歌舞伎、一人でスタートしましたが、一人でスタートした奥人歌舞伎、すごいかっこいいから、女の人が真似をして女歌舞伎に成長した。しかし、女性が踊ると風紀が乱れる。だから、男で行こう、若衆歌舞伎。しかし、より風紀が乱れるから、おっさん踊ろう、野郎歌舞伎です。昔の龍谷大学の入試問題ではですね、2018年から、出雲の奥には野郎歌舞伎を始めた、っていう、何それっていう文章が出てます。女の人がおっさん踊ろうぜってやるわけないですから、もちろん罰ですね。ということで4番のところのこの野郎歌舞伎が若干問題に絡んだ問題がありました。あと名城大学ですね、名古屋の方の大学ですけども、こちらでは野郎歌舞伎、若衆歌舞伎、女歌舞伎のこの3つを古い方から順番に並べてくださいねっていう問題が出てます。もちろん大丈夫ですね。女、若衆、野郎ですから、まあ、この順番に並ぶだろうというのが分かれば OK です。はい、というのがまずはこれですね、元禄期、元禄文化期の歌舞伎の話でございますが、次行きましょう。次です。これからしばらくずーっと時代を平成していきまして、明治時代に入ってきます。明治時代の中期になりますと、こちらです、談菊佐時代というのが迎えられます。まずこの談菊佐時代を支えた脚本家の名前を書いておきますと、これはですね、脚本は川竹黙阿弥という人物になります。はい、川竹黙阿弥ですね。この川竹黙阿弥が中心となりまして、どんな風なあの歌舞伎が、演じられるのかと言いますと、もともと歌舞伎ってこれ結構歴史が題材になることが多いです。まあ、例えばですね、義経千本桜と聞いたら、源義経のまあ活躍を描くんだろうな、わかりますよね。という感じで、昔ながらのまあ古典的な歴史をまあ題材にしたのが歌舞伎のまあ演目であります。ただ、時代は明治なんですよ。明治時代になりまして、もうね、もう結構文明開化も進んでいく中で、外国人もいてる中で、未だに昔の時代のことをやるのってどうなんですかっていう批判が来ておりました。だからそれを反映しまして、川竹黙阿弥は、やっぱりこう、ある程度、今の時代にそぐうような、文明開化的な要素を取り入れたような、そんな歌舞伎を演じるべきじゃないのかということで、そこでそのまあ歌舞伎を変遷していきます。それで、この歌舞伎、談菊佐時代、この談菊佐というのは、これは3人の有名な歌舞伎役者のことをこれは指しております。まずはですね、こちらがですね、市川團十郎の團、そして菊は尾上菊五郎、そしてあとは沢はこれは市川左團次ですね、というこの3名なんかが中心となりまして、いわゆる團菊佐時代というのを作ります。でこの團菊佐時代といいますと、実は歌舞伎の歴史の中で実はこの時期が全盛期とされています。本当にお客さんの興行収入もすごく多くてですね、この全盛期としてこの明治の中期が実は来ているんだっていう、この意外なところを押さえておいてほしいなというところでございました。で、代表的な入試問題をこれから紹介しますと、例えば2019年の同志社大学ではこの川竹黙阿弥が明治時代になりまして脚本を書いたというのは聞かれておりますし、あとはちょっとマニアックですけども、昭和女子大学なんかでは、文明開化の要素を取り入れた歌舞伎の脚本家は誰ですかということで、空欄に川竹黙阿弥を入れるっていう問題なんかも出ております。意外とね、この3人なんかにも聞かれるのはこの川竹さんなんですよ。で、あとせっかくなんで、まあ、この3人が出た問題も紹介しますと、去年の感覚の問題ですね、尾上菊五郎と市川團十郎と、それから坂田藤十郎が明治中期の歌舞伎を兼任したみたいな文章が出て罰となった、そんな問題がありますので、まあ、結構ね、出題でこのまあ過去2年ぐらい探ってもまあいっぱいあるわけですよ。だからこの以上の要素ですね、しっかりと確認をしていただきまして、しっかりと問題にも対応できるようにしておいてください。それでは、以上、担当科目は三国地歴の上野でございました。チャンネル登録、高評価、それからあとはコメントもよろしくお願いします。ツイッターもやってますので、そのフォローもぜひ。以上、上野でございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。みたいな。
なね。お疲れ様でした。恥ずかしいな、変なとこ。